ちに作りたいなと思ってて、はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、じゃじゃん、とあるものが届きました。嬉しい。ずっと私が待ちに待っていたものでして、ちょっと前に届いたんですけど、ちょっとみんなと一緒に開封したいなと思って待ってました。開けるのも早く開けたかったんですけど待ってました。なので今日はこれを開封していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速こちらの中身を開けていきたいと思います。結構この感じは私の動画の中では恒例かな。前もいろいろとねあったと思います。例えばタンスとか、今回はちょっとインテリアなんですけど、もう本当に嬉しい。ちなみに私はこれはねバイマで買いました。やっぱバイマはねすごい可愛い家具が多くて、なんか可愛い家具ないかなって探すときは基本的にバイマが多いかも。今日はちゃんとカッターを使っております。わー嬉しい。ちょっとね組み立てがあるので、それをみんなと一緒にやっていきたい。よいしょ。重たい、意外と。なんかいろいろ部品が重っ、重た、いろいろ部品がある。3つ出てきました。部品が重い。これ前にモーニング Vlog を撮った時にチラッと言ってたんですけど、新しいスペースをちょっと作りたいっていう風に言ってたと思うんです。それのそこのスペースの家具です。ガチ重い、これ。よいしょ。どっから開けたらいいんだろう。あ、てかここに見えてるかな、これなんです。見えてるか、見えてます。よいしょ。おお、え、取れましたが、なんか取れたんですけど、これ大丈夫？この四隅についてたんですけど、一個取れた。大丈夫これ？まあ、つけるけど。次これを開けていきましょう。なんか説明書とか入ってるのかな？それに入ってるか。海外のやつとかね、たまになんか不親切なやつとかあるじゃないですか。え、これどうやんのみたいな。うわあ！いいですね。メタリック。これが、じゃあ天板ですね。よいしょ。結構でかいな。じゃーん、じゃじゃーん。びっくりした、青いかと思った。えっ、と思いました。今あれ、私が頼んだのと違うと思ったけど、上になんかビニールがついてるだけですね。多分梱包が丁寧なの割と。え、待って、でも説明書見当たらないけど大丈夫かな。ちょっと待って、まだ段ボールの中にあるかな。じゃーん、説明書なくない、ほらやっぱりない。え、どうやってるんだこれ。オーマイガー、それは聞いてない。熱いというか、なんかネジみたいなの入ってるけど、どうしたらいい、これ。これは一体どうしたらいい。ちょっと一回商品ページをチェックしてみます。いや、持ってなかったんだよな確か。会員組み立て商品ですって書いてあるんだけど、しかも天板、もしかしてドリル、ドリル系かも。え、待って、これって今、あのバイバの、
購入した方のところにお問い合わせしてみたんですけど、簡易組み立てのものなので説明書はないと言われました。でも買い付け先に確認をしてくださるということなので、一応今どういうことなのか連絡待ってはいるんですけども、多分私の予想だと電動ドリルが必要です。今現状がこのような感じで、これが多分下のあの板なんです。でこれ柱を立てまして、こうやって立てて、でこの黒いやつなんか板があるんですけど、これにこう穴が開いてるんですよ。ここに8個かな開いてるんです。でこのネジも8個あるんですよ。だから多分これでこれをこの天板につけるんだと思うんですけど、これ今天板裏の面なんですけど何もないんですよ。だから多分ここに無理やりっていうか、グリグリグリって電動でつけるのではないかと予想してます。ですので今日中にこれを組み立てることはちょっとおそらく難しいんですけれども、やれるところだけちょっとやっちゃおうかなって思うので、まずこのよいしょ下のこの板のフィルムをちょっと剥がしてみます。これがね、剥がすとねステンレスになってるんですよ。てか重たいネジです。これを剥がします。ちょっと剥がしちゃったんで、ね、実は気になって、よいしょ、なんかボコボコしてる。はい、取れました。じゃん、こんな感じで、これにこれを取り付けるはず。これ下どっちでもいいのか、六角レンチで多分やるっぽい。もう工具は完全に自分で集める方式ですね。でも奇跡的にありました、ハマるものが。暑いな、もう冷房の季節もう。でこれをこうやって取り付けるんだよな、きっと。ここをまたネジではめて取り付ける、合ってる。これははめていきます。よいしょ、よし、これで OK かな。裏返してみる。よいしょ、お OK。今とりあえずこんな感じで下がつきました。これが多分こっちを天板につけなきゃいけないので、でもこれ先天板につけちゃうとここをはめれなくなるので、まずこれをこっちにつけないといけないですよね。でもここまではできるんだよな、肝心の天板を固定することができない。乗せることはできる。一旦乗せて完成図を見てみよう。でまた後日電動ドリルを買ってやるしかないのかな。手動じゃ絶対開かないですよね、あの天板に穴、ネジで無理だよな、さすがに無茶ですよね。やっぱ私こういうの好きだな、なんか組み立て系、組み立てるの結構好きなんだよな。なんか思ったよりも低めだったかも、ちょっとテーブルが。そう、まあ何をやりたいかっていうと、なんかバーカウンター的なのを作りたくて、バーカウンター、バーじゃなくてもいいんですけど、カウンターを作りたくて、こうちょっと軽く軽食とか食べられるようなコーヒーテーブルっていうのかな、カフェテーブルか、カフェテーブルをお家に作りたいなと思ってて、一応このテーブルあるんですけど、これはまあ今オフィスとしてデスクテーブルにしてるので、デスクテーブル、デスク、オフィスデスクにしてるので、またこれとは別でそういったところを作りたいなと思ってこれを買いました。でやっぱちょっとね、窓際に置きたいなと思ったので、だから前までソファー置いてたところをちょっとソファー移動させて、その窓際に置こうかなって思ってます。ちょっと低かったかな。よし、これで多分あとはもう土台は一旦終わりましたので、あとはまあこの天板を、あ、かわいい。いいじゃん。あ、でもいいかも、こんな感じで。意外と大きかったかも、ちょっと今これを乗せてるだけだから不安定だけど。でこれで裏をネジで
こうねビビビビビって止めていくんだと思う。これはさすがにちょっと手動じゃ無理だな、絶対に電動じゃないといけんな多分。一旦今日はここまでです。一旦ここまでなんですけど、これだけちょっと剥がそうか、せっかくだから剥がします。あ、でもどうする、次にしようか、なんかちょっとまだもったいないっていうか、ただあれですよね、完成してから剥がした方がいいよ。電動ドリルを購入したら続きをやっていきたいと思います。悲しい、今日できると思ったのに。いろいろね、このテーブルに置きたいなんかインテリアというか、いろいろ今集めてるので、それもやりたらよかったかなと思ったんですけど、まあ、また後日やります。みんなは多分買わないですよね、その見れるの動画なんて1本の動画になるんで、私がただ伸びるっていうだけなんですけど、我慢します。ということで以上、1日目でした。こんばんは。5分ぶりでございます。だってみんな朗報かもしれないんですけど、もうほんとバイマの方がすごく迅速に対応してくださって、一般ドライバーでも力を入れてネジを差し込むと組み立ては可能ですとのことです。できるのかなこれ、ちょっと半信半疑なんですけど、まあ、やれるとのことなのでやってみようかなって思います。でもこれまっすぐ真ん中にやらなきゃいけないですよね、これ多分なんか印をつけた方がいい気がするんですよ。これを真ん中につけない、まあ、つけないといけないことはないかもだけど、真ん中がいいからやってみよう。印をつけてやってみます。天板がまず60cm ぐらい、60cm でしょ、で縦横 60cm かな、縦横 60cm で、この黒いやつが、あ、簡単な数字が 24.5、24.5×24.5 なので、60-24.5 は、こんなのもね、電卓に頼っちゃダメですね、本当に 35.5 余るじゃないですか。それは2等分するので 17.75cm 上げるっていうこと、四方を動かしてくれ。 17.75 のところに印を打ちます。ここです。ほぼ 17.7 ですね、この辺。私これで合わせれば真ん中になるということです。よいしょ。え、本当にできるのかな、手動でできるのこれ。今の間信じてないけど、できるのかな。これネジがついてきたので、これをはめる。え、何も穴とか開けなくていいのか、さすがに穴は開けるべきか。穴ってでもどうやって開けるの。でもいけそう、いけそう、穴ちょっと開いた、いけるんだ。ネジでやっていかな、じゃあネジと開けた方がいいかな、先に開けた方がいいのこれ。え、私このセット持っててよかった。大丈夫これ。ギュギュ言ってるけど大丈夫なのか。怖い。ということで、今ちょっとカメラの温度が上がっちゃってカメラ切れちゃったんですけど、その間に一旦穴を開け終わりました。なので今からネジでこのあと7箇所ですね。うん、大変だ。止めていきまーす。者さんって毎回思うんですけど、めちゃくちゃ返信早いですよね。助かる、ほんと。あと半分、あと半分ということで完成しました。やった、嬉しい。まさかできるとは思わなかったので、めちゃくちゃ嬉しい。なので全部今ネジはめれましたので、裏返してフィルム剥がしていきます。じゃあ裏返していきます。これはどうやってやるべきなんだ、ちょっと絶対にスカートでやるべきじゃないのこれ。よいしょ。
待って待って待って、ちょっと待って、よいしょ、びっくりした、重た、よし、じゃじゃーん、今下にプチプチは一応引いてます、じゃじゃーん、できた、わ、嬉しい、できましたよ皆さん、こんな感じです、わ、嬉しい、嬉しすぎる。ちょっとじゃあこのフィルム、このフィルムを剥がしていきます。じゃ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 ーん、わー、かわいい、かわいい、かわいい、じゃじゃーん、やばい、かわいい、こんな感じ、なんかちょっとなんて言うんだろう、ちょっとグラグラするね、模様が入った感じのステンレスっていうのかなみたいなテーブルです。ちょっとグラグラするけど、できました、嬉しい、可愛いというか、これにしてよかった。ちょっとじゃあ、行きたいなって思ってるところに設置してみようと思います。ということで、今私が置きたいなって思ってるのがここなんですよ。ここが窓で、なのでここにこうね、ソファーがあったんですけど、ここに置きたいなと思います。わー、嬉しい、でん、置けた、いい感じ、いい感じ、いい感じ、見えるかな、ここにぴったりはまりました。で、まだね、椅子はちょっとどうしようかなと思って、なんか一応椅子あるんですけど、多分これじゃ高いんだよな、確実に、ほらちょっと高いですよね、これだと、これでもいいんだけど、これだと多分低すぎるし、ちょっと大きいんだよな、これだとちょっと高いんだよ、ちょっと一旦この高すぎる椅子でも置いときましょうか、飾り付けというかを、まあ、一応いくつかちょっと置こうかなと思ってるものがあるので、それをひとまず置いてみようと思います。まだ未完成だし、まあ、私はテーブルコーディネート力が全然ないのでちょっとヘルプミーって感じなんですが、まあ、とりあえずちょっとね、可愛い小物とかをゲットしたんですよ。アーバンアウトフィッターズでほとんどゲットしたんですけど、すごい可愛いのがたくさんあって、ほぼここら辺はアーバンアウトフィッターズですね。このカーボーイの、これ写真立てなんですけど、切り込みが入ってて、ここに置けるんですよ、写真をさせるんですけど、いい感じの写真があったかな、ちょっと一回見てこよう。なんか本当はチキとかがいいかなと思ったんですけど、とりあえずなかったので、このアベマのシール、これを一回ちょっと仮で刺してみますね。まあ、イメージこんな感じだよ的な、じゃん、こんな感じ。なんかチキとか飾りたいな、友達と撮ったやつとか飾っても可愛いと思います。これすごい可愛くて、ウエスタンブーツのデザインが、あ、取れた。ウエスタンブーツのデザインがマジで可愛くて超気に入ってます。このフラワーベースもアバウントフィターズのやつなんですけど、これはちょっと前に買いました。で、奥にはちょっと本とかをね、並べてみたりしてます。このキャンドルもアバウントフィターズです。これめっちゃまだ使ってないんですけど、そう、ここに置きたいなと思ってまだ使えてないんですけど、すごいいい香りです。で、これはなんかマッチなんですけど、灰皿を置きたくて買ったんですけど、それについてきたやつです。可愛いのでここに置いてみました。で、この2つ、このミラーボールとビリヤードのこの玉なんですけど、これね、実はボトルオープナーになってて、裏がこんな感じで、そう、ボトルグイって開けるときに使えるやつです。これもどっちもアバウトフィッターズです。なんか私ここでちょっとお酒とか、友達が来た時とかにもちょっとまあ椅子どうにかして、こことこことかで座ってお酒とかたしなんでもいいかなと思って、このボトルオープナー見つけた時にめっちゃ可愛いと思ってこれもゲットしました。なのでいつかここでお酒をたしなみたいなって思ってます、密かにで、この2つもアバウトフィターズなんですけど、テーパーキャンドルを立てれるやつなんですけど、なんかね、テーパーキャンドルどこを探してもなくて、そう、なんかイケアとかヘイ
とか、そういうちょっと外国系の雑貨屋さんとかインテリア屋さんとかならあると思うんですけど、なかなかちょっと売ってるところがなくてまだ見つけられてないので、ここはまた補充したいなって思ってます。キャンドル入れたりとかして、キャンドル灯しながらちょっとディナーとか良くないですか？可愛い、絶対ちょっとやりたいなって思ってます。これもアーバントピターズなんですけど、これはインセンススティックホルダーです。真ん中に穴が開いてて、ここにインセンススティックをさせます。で、このキャンドルなんですけど、これよく韓国系のインテリアとか見かけると思うんですけど、さっきダイソーにチラって言った時に売ってて、ダイソーにワンチャンテーパーキャンドル売ってないかなと思って行ったんですけど、なくて、さすがに。でもこのキャンドル見つけて可愛かったので買いました。てかダイソーマジ楽しい、ずっといられそう改めて。はい、ということで、とりあえずこんな感じで今置いてみてます。私の理想のカフェテーブル、バーカウンター的なちょっとしたスペースが形になりました。なんかちょっと軽くご飯とか食べてもいいし、朝ご飯とかね、ここで食べたくないですか？ちょっと窓開けながら、はい、最近私改めて結構ビストロとか行ったりするんですけど、そういうちょっとおしゃれな感じの雰囲気でご飯食べたりとか、そういう空間がすごい好きだなっていう風に思ったんですよ。家でもそういう空間作れたらいいなってなんかちょっとふんわり思ってて、最近そのインテリアにハマってるので、でまあこのスペースがちょうど模様替えをした時に空いたというか、まあこのスペースを作りたくてちょっと模様替えしようかなと思って色々配置とか考えてたんですけど、このスペースを作ることができたので、このテーブルもゲットして、ちょっと椅子まだ迷い中なんですけど、その自分の好きな空間をちょっと作りたいなと思って、今回こんな感じでやってみました。私はすごい気に入った空間ができました。ちょっとまだインテリアがね、未完成ではあるんですけど、まあ、これからいろいろと試行錯誤して模索していきたいなって思います。いや、私本当に家から出なくなっちゃう、こんなこんな自分の好きな空間を幸せなんですけど、家から出れなくなっちゃうな。遊びに来てください、友達。これを見てる各所友達、遊びに来てください。ぜひ語ってみたり本当私なんかこういうちょっとなんか臭いようなことが好きなので、あとはワイン買って、ワイングラスもまだないので買って、一人で多分飲むことはない気がします。わかんない、どうだろう。これを機にちょっとハマっちゃうかもしれない。まだ一人飲むみたいなのはやったことがないんですが、持っちゃうかもしれない。おうちビストロみたいな、おうちカフェみたいな感じでやれたらいいななんて思ってます。ということで、まあ、また椅子とかもまだあれなので、いろいろとゆっくり集めていきたいなって思います。で、ルームツアーもまた改めてやろうと思うので、ちょっとまだいろいろと未完成なところもあったりするから、もう少し整えられたらまたルームツアーも出そうと思います。ちょっと気長に待っていてくださると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。